こんにちは、さらにままです。今回は大ー型の禁止交換をしていきます。5月の17日くらいに1本目。で、8月中旬頃に2本目の禁止交換をした子たちで、1本目と2本目は DDA の D0 に入ってもらってました。だいたい2本目から3ヶ月経過するので、3本目の禁止交換をしていくって感じですね。DDA の禁止で通すので、一応期待してますね。 今回に01に入ってもらおうと思いますゼ0の方がいいかなと思ったんですが寒くなってくるとうちの環境だとキノコ生えてきちゃうのでキノコ生えにくい01でいこうと思います1頭目のこの子体重が 18g でした親は 74mm と 49mm からの子ですね前回 19g だったので 1g 減りましたね 形的にね、洋室作る直前くらいだったかもしれません。ただ色がなんか全体的に全体的にっていうか頭かな特に変に白っぽいような気がしてちょっと心配です今回交換する前に暴れてしまった子がいてその子たち先に交換してるんですけどその子たちはねダイエットしちゃったのかなっていう感じで2本目に交換した時と体重はほとんど変わんなかったですね 一応今回の子たちはさっきの子をちょっと縮んでたんですけど暴れてるっぽくはない子たちを選んでいるので少しでもね増えてもらってたら嬉しいんですけど果たしてどうなってるかっていう感じですね一応 25g 超えない子は800ボトル 25g 以上の子は1400ボトルでいきたいなと思いますまああとはボトルの余り方次第ですかね まだ全体見えてないですけどパッと見この子はいい感じのような気がしますね,ねこの子見た感じやっぱ1頭目ちょっと白いですよね気のせいかなあうんこ噴射した2頭目の子 この子は体重2 5ムでした。親は 74mm と4 8ミリからの子ですね。前回、この子体重が2 2 4ムだったので、3g 近く成長してくれてますね。今回のボトルでもね、うまく成長してくれれば、親声をね、余裕でしてくれるかもしれないですね。結構嬉しい成長かもしれないです。メスがね、洋室作ってるっぽい子たちがちらほらで初めていて、 三ランセット3月3時とかね、今年組んだんで、ちょっと早かったかなと思い始めてたので、この子はね、結構いい感じに成長したなと思います。まあ、ただ、来年はゴールデンウィークくらいにね、三ランセット組んで、取っていこうかなと思っているところですね。この子たち、アンバランスケットピューマの子たちで、親のサイズが 74mm のオス使ったり、80mm のオス使ったり、 でメスは4 9ミリか4 8ミリの子を使ってますで、ね、親の最終体重 25g で8 0ミリの子が出てるのでそこまで、ね、乗ってくれればいいですね3頭目のこの子の体重は 23g でした親は8 0ミリと4 9ミリですね前回2 3 3ムだったのでほとんど変化はないですねこのまま羽化してくれれば、まあ、ぼちぼちいい感じになってくれるんじゃないかなと思ってます 実は動画外で交換した一番体重重かった子は、お尻をね、かじってしまったようでかなり弱ってました。2本目に移行するときに気をつけてたつもりだったんですけど、ちょっとね、かませてしまったみたいですね。期待してただけにね、なかなかショックでしたね。 お 80mm の子と 74mm の子いるんですけど 74mm の子の方が顎が太いのでアンバランスケットをね顎のいかつさも最終的にどうなってくるかっていうのは楽しみにしたいところですうちエアコン管理はしてるんですけど家の造りとねエアコン古くてちょくちょくエアコン操作してもざっくり温度になるのでクワガタ飼育を始めたての方の参考に、ね、こんな感じになるのかっていうので 飼育見てもらえればと思いますちなみに夏の気温がね37度超えるような日は冷房マックスにしても28度くらいまで上がってました今はね結構安定してるんですけどねウォーク型関連の動画はラセット作成からいろんな期間置いておいた割り出しまであるので過去動画も見ていただけたら嬉しいです採卵もねキーワードも楽しいですし禁止効果もウォーク型の予知おとなしくて あとはね、ケツのプリット感もね、すごくか,かわいいので、おすすめですね。次はもうこのまま浮かまで行ってほしいなと思っているところです。これから、まあ、徐々に今下げていってるところなんですけど、ゆっくり温度を下げていって、冬ね、うまいこと越してもらって、春に入ったら浮かしてもらえればいいですね。この子たちの親の世代は、 体重乗った子たちはね、セミ化しちゃった子が多くて、孵化して3年経って幼稚のまま星になるみたいな子が多かったので、大きい子は。無事にね、みんな浮かしてくれる子が多いと嬉しいですね。今回、こんな感じで動画を終わりたいと思います。国産オクア型はね、DDA の禁止で通している奥山県産の子たちもいて、その子たちもね、そろそろ成長が動画にしていこうと思っておりますので、 まあなんとなく見比べていただいて、もしよければチャンネル登録、高評価、またコメントもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。では、終わります。